東アジア競技大会は、東アジア競技大会連合が主催する4年に1回、アジア競技大会と、夏季オリンピックとの間の奇数年に開催していた、総合競技大会である。かつては、東アジアでも、極東選手権競技大会という地域内、総合体育大会が開催されていたが、戦争などにより中断を余儀なくされた。以降、 このような大会は行われていなかったが、1991年に日本オリンピック委員会が東アジア地域のスポーツ交流を盛んにし、競技力の向上を図ること、この地域のオリンピックムーブメントの発展に貢献することを目的に総合競技大会を提案。翌1992年に第一回大会開催地に中国、上海に決定。 1993年に第1回大会が開催された。だが、トップ選手の参加が進まなかったため、2019年の大会より大会名が東アジアユースゲームズとなり、14歳から18歳までが対象で、競技数も24から最大12となることが決まる。日本、中国、韓国、北朝鮮、香港、マカオ、モンゴル、 チャイニーズタイペイ、グアムなどの国、地域が参加する。ありがとうございます。